馬毛島整備に関する予算計上されました。なんと、3000億円という驚異の予算となっています。今回は、この馬毛島3000億円の内訳を詳しく見ていきます。米海兵隊や自衛隊でも使用される馬毛島の基地化、計画が急展開となっていますが、地元の反対はどうなってしまうのか。それも、同時に詳しく見ていきますね。アメリカ海軍の航空母艦が横須賀に入港した際に、その艦載機の搭乗者の操縦技量を維持するための FCLP、陸上離着陸訓練の代替地として、日本政府が鹿児島県西之表市の馬毛島の購入に合意したのは2019年12月だった。そのため、そこからすでに2年が経過しているが、この2021年12月24日に、総額約3183億円の馬毛島関連への整備費用を含む2022年度の防衛予算が閣議決定され、政治的、予算的にも本格的な整備計画が動き出したと言える。この内容として、馬毛島に対しては、これまで報じられてきたメインと、予備の2本の滑走路新設に加えて、航空自衛隊が、宮崎県の新田原基地に配備の予定で、進める F-35 ライトニング 2B 型用の、新たな訓練場所としての活用も打ち出された。これは、現在、航空母艦化の改修が進められている護衛艦、出雲、加賀、の艦載機として、F-35 ライトニング 2B 型を配備することと並行して、同機の離発着を馬毛島に陸上設備を設けて行うという構想だ。また、不測の事態に備えて、自衛隊の航空機が整備されていない、路面での離着陸を行う、訓練の実施場所としても馬毛島を使用する方針であり、これに付随する各種施設の設置も、予算案の中には盛り込まれている。加えて、馬毛島以外の周辺の自治体への関連施設の整備も打ち出されており、種子島の中、種町には、悪天候等で馬毛島にアクセスできない場合に備えた、基地要員の臨時の待避施設や、物品の備蓄倉庫等を設けることが謳われている。中種町のは、松葉機構からは、馬毛島への船舶輸送を、民間への委託で行う方針でもあり、種子島から、馬毛島に通勤を行う港としての機能を持たせることとなり、そのれらの整備にも予算が投下されるものとなっている。同じく、種子島の南種町には、浜椿港へ通勤する関係者の車両を保管する駐車場や、それらの車両の整備を担う拠点の設置、さらに、自衛隊が補給物資や人員を輸送するためのヘリポートの設置も含まれるなど、多岐にわたる。防衛省側で、馬毛島を自衛隊の拠点とした場合に、最大でおよそ200名規模の人員が配置される見通しだと見積もっているが、詳細な各自治体への居住予定の人員数までは、まだ公表はしていない状況である。これは、馬毛島を在日アメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練の代替地とすること、自衛隊の拠点とすることで生じる。米軍再編交付金や日本政府からの補助金の配分が各自治体にどの程度割り当てられるかに直結するためだと思われる。この割り当て額や交付される期間を現時点では最終的な決定を行えていないことから、今のタイミングではあえて明言することは政治的な判断から回避したというのが、反対派も活動を継続している中での判断なのだろう。こうした状況下で、防衛省では、12月20日に、職員を、西之表市に派遣し、2021年1月に当選し馬毛島の軍事利用に、反対の立場を表明している同市の、矢板市長や市議会に対して、前述の計画を説明し、現時点での進捗を報告した。日本政府や防衛省側は、今回の一連の動きの中で、馬毛島において、反対派が、
自然保護や文化保護の名目の象徴として唱えている、マゲシカヤ道島内の遺跡についても、一応のスタンスを示していることは、ある意味興味深いとも思える。そこで、排斥については、現状維持としたものの、マゲシカについては、拠点設備の建設が予定されている、区域外に、生息を保護するエリアを設けると、具体策について明示しており、反対派への配慮の姿勢を見せたものと言えそうだ。実は、国がマゲジ、マを購入する以前の所有者であった、タストンエアポート社の時代、同社が行った開発工事によって、2000年頃より、マゲシカの生息数が、急激に減少しているとの指摘がされており、これに関しては、最近浮上した問題ではない。このマゲシカの件以外にも、タストンエアポート社の行った開発工事は、周辺の漁場への悪影響から、裁判にもなり、また西の表市は、同社の森林伐採が自然破壊のみならず、税法上からも、問題があるとみて、立ち入り調査を要望するなどしていた。そもそも、マゲ島自体も、タストンエアポート社が、所有者となる1995年以前は、今は、合併され消えた平和相互銀行が1975年に買収、国の石油備蓄基地や自衛隊のレーダー設置用地の候補地となるなど、公的施設への高額転売が目的とされてきた。これに伴う政界工作費用が汚職事件として発覚するに至り、経営の悪化していた平和相互銀行は消えていくこととなったが、同様の目的を持ってその後を引き継いだのが、タストンエアポート社であり、元より、曰く付きの島だと言えた。タストンエアポート社と日本政府との売買交渉が、なかなか進まなかった背景には、タストンエアポート社は、売却して、一時的な購入代金を得るのではなく、島を国に貸すことで、永続的な賃貸料収入を狙っていたとも言われている。結果タストンエアポート社も、経営の悪化と内紛にも見舞われ、日本政府側が提示した約160億円での買収に合意したわけだが、島自体の査定額は45億円ほどだったこともあり、それだけを考えれば、決して安価ではなかったとも言えなくもない。ただし、暫定的に小笠原諸島の硫黄島で実施されるようになっていた在日アメリカ軍の FCLP 陸上離着陸訓練代替地の確保は、日本政府としては、喫緊の課題となっており、その戦略的価値を鑑みれば、約160億円の購入額は、妥当にも映る。こうした複雑な経緯を持つ馬毛島であるが、12月20日に、防衛省職員の説明を受けた西の表市の矢板市長は、拠点化の反対派として、あくまでも、日本政府の意向をスムースには受け入れない立場を崩してはいない。矢板市長は、日本政府のマゲジ、マに対するアプローチを請求に過ぎると、批判しており、拠点化を受け入れている、人々でさえもより、具体的な説明を望んでいるとし、拠点整備のデメリットを明かさないのは公正ではないと述べている。矢板市長派マゲジ、マを、在日アメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練代替地とすること、自衛隊の拠点とすることは、国防に関わる国の戦艦事項である点は認めつつも、地方自治体の長として主張すべきはする、いうスタンスを示している。その観点から、事実上の無人島である、マゲジ、マに、在日アメリカ軍の FCLP、陸上離着陸訓練を受け入れるということは、何もない土地を、他国の軍隊に使わせるという前例のない事態だと、これを問題視する発言を見せている。であれば、沖縄などに、代表されるのように、日本の住民がいて、かつ、既存の在日アメリカ軍基地が設置されている場所よりも、事実上の無人島だからこそ、問題なのだと言っているように聞こえるのだが、よく飲み込めない理屈だ。
そもそも、矢板市長は、2021年1月の選挙で、賛成派の候補に、144票の僅差で競り勝ち、なんとか市長再選を果たしたが、その得票を得る戦略として、選挙期間中には、表立って、自身の立場を反対派だと、明示することをはばかっていたようにも見えた。そうした当選のためには、自身の政治信条を伏せるかのような行為に対して、不信感を持つなという方が困難だということは、客観的に見て、誰の目にも、明らかな矛盾した行為ではないかと、個人的には思わざるを得ない。